そうですね、守備のどこが良かったか、守備のどこが良かったか、かまたま。今回のかまたまは7夜連続企画2015シーズンを語る会、センターバック編。だから、まあ、エプソン選手、藤井選手含めた、まあ、守備の部分を一番後ろでコントロールしてくれる選手が今年やってきたわけですよ、清水健太選手。そうや、うん、私たち、はい、清水選手のことは、はい、私たちというか私とか、はい、DJ ハイロさんとか、はい、放送室のメンバーは、はい、大丈夫オーラって呼んでます。大丈夫オーラ大丈夫オーラが出てる、はい、例えば PK とかフリーキックとかなっても、はいはい、清水選手は大丈夫なオーラが出てるから、はい、もうそういう危ない時になったらもう大丈夫オーラって呼んでるんですけど、はい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 、やっぱキーパーか、キーパー大事ですよ。あとあれでしょ、なんだっけ、はい、コーチング。お、出てきた出てきた出てきた、これがすごいんでしょ。そう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 、ですね、はい、実はすいません宣伝ですけど、この J2 マガジンの次の次の、これ12月号です、1月、うん、多分2月号に、うん、清水選手のインタビューが載ると思うんですけれども、清水選手、はい、ほうほうほう、はい、で清水選手が、まあ、ディフェンスの良くなった要因の一つにあるのは、うん、藤井選手の話を実はしてて、これまでは、うん、シーズンの最初の方はさっき言ったコーチングで要するに右とか、うん、左とか、だから藤井光大選手ですけど、光大右とか光大左とか言ってから動いてたらしいんですよ。でももうシーズンの終盤になると光大って言うと、うん、もう次の要するにこどっちに動いたらいいのかもう自分で分かってるから、そこのポジションを取ってくれる。それがすごい成長した。だからでもそれってすごい大事で、例えば光大右って言ったら1秒ぐらいするじゃないですか、うん、0. 何秒とか1秒とか、うん、その1秒で結局抜かれるか抜かれないかって決まるんです。あー、そうなん、ボール取れるか取れないかとか。なんか今サッカー番組っぽいっすよね。ぽい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 、私も割と理解してるしね。エブソン、エブソンはね、これあこっちもやってる。もうちょこちょこで、ね、デイリースポーツもやってる。デイリーの毎月やってるんですけど、はい、たまたまあるサムキ、はい、これ藤井選手に聞いた話、うん、エブソンは、うん、結構藤井選手がわーって言うと結構わーっと言ってくるらしいんですよ、うん、言い返してくるってこと、うん、そう、うん、でもまあ彼は別にサボってるわけじゃなくて一生懸命やってる、うん、だったら、まあ、彼のまずはいいところを言った上で、うん、その次にこうした方がいいよみたいな、怒るんじゃなくて最初褒めて育てるみたいな。はじゃあエプソン選手は、はい、藤井選手に育てられたってこと？それはそういうことなの？それも多少ある。藤井選手すごい。プレーのなんとかっていうんじゃなくて、その接し方というか、いや人間の接し方超大事ですよ。あ、やっぱチームスポーツ大事。チームスポーツ超大事。へえ、そうなんや。なんかそういうのって、はい、先に褒めるとか、はい、言い過ぎたらダメとか、そういうのって、はい、監督対選手なのかと思ったけど、はい、選手対選手ある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 。